皆さんこんにちは。なでしこジャパンではその美貌から男性ファンを虜にしている清水梨紗さん。清水梨紗さんは小学1年生からサッカーを始めました。2歳年上の姉がサッカーしていたことがきっかけで、清水さんは神戸コスモ FC に入部しました。12歳の時に日テレベレーザの下部組織となる日テレメニーナに加入した後、高校2年生で日テレベレーザに昇格を果たし、なでしこ一部リーグで活躍されました。大学は国士舘大学に進学しており、大学4年時にはワールドカップフランス2019に出場しています。2020年には日テレベレーザのキャプテンに就任され、2021年にはオリンピック出場を果たします。準決勝でスウェーデンに1対3で敗れ、メダル獲得は叶いませんでした。そして2023女子サッカーワールドカップ予選では3連勝で勢いを持って決勝トーナメントへと進みましたが、またもやスウェーデンに1対2で敗れてしまいましたが、すでに2024年のパリ五輪で悲願の金メダルに向けて練習に取り組まれています。今回はそんな清水梨紗さんの面白エピソード50選をご紹介します。1美人。清水さんは日本の女子サッカー選手では1、2を争う美人選手で、男性ファンがとても多いことで有名です。2新玉県いるさん。清水さんは好みのタイプが俳優の新玉県いるさんです。目鼻立ちのはっきりとした端正な顔つきがとても好きなんだそうです。3内田篤人さん。元サッカー日本代表の内田篤人さんが元彼との噂が立ったこともありましたが、内田さんは尊敬する選手であり彼氏ではなかったそうです。4お姉さん。清水さんがサッカーを始めたきっかけはお姉さんがサッカーをしていたことでした。幼い頃からずっとお姉ちゃんの真似ばかりして後を追いかけていたそうですね。5英語。25歳の時、イングランドのウェストハムユナイテッド FC ウィメンに移籍しましたが、英語が得意でない清水さんは相当苦労したようです。結構知ったかぶりしてしのいでいたそうです。6長谷川優衣さん。清水さんは長谷川さんとは大の仲良しです。オフショットでは変顔を一緒に連発しファンを喜ばせてくれています。7座右の銘。清水さんは努力の分だけ花が咲くという言葉が大好きなんだそうです。怪我をして手術したことや東京オリンピックで悔しい思いをしたことなど辛い経験をたくさんしましたが、この言葉のおかげで乗り切れたそうです。8試合前のルーティン。最近はルーティンは何もしないそうです。昔は靴下を右から履いたり、昼は決まったものを食べたりしていたらしいですが、間違えたり忘れたりしたことがあり、一切ルーティンをなくしたそうです。9子供の頃の夢。清水さんは子供の頃の夢でウルトラマンになりたかったそうです。ヒーローに憧れがあったみたいですね。10エビ。清水さんはエビが大好きです。チームメイトにもエビ好きな方が多く、遠征で泊まったホテルではエビの取り合いにいつも発展するそうです。11人参。清水さんの嫌いな食べ物は人参です。味が口の中にずっと残るのが無理なんだそうです。12いじられキャラ。清水さんはチームメイトから結構いじられるそうです。自分ではそんなキャラではないと思って折りいじるのは本当にやめてほしいみたいです。13美容。清水さんは美容について調べるのが趣味であり大好きなんだそうです。すごく詳しいわけではないそうですが、友人と情報交換をするのが楽しいみたいですね。14試合観戦。海外のチームに移籍してからよくサッカーの試合観戦をするようになったそうです。清水さんが衝撃だったのは試合ではなくサポーター同士がいつも喧嘩していることだったそうです。熱いファンが日本より多いようですね。15岩渕真奈さん。清水さんは先輩の岩渕さんとも交流があり、
休日は車を運転し約1時間かけて岩渕選手の家へ遊びに行き、ランチやカフェ巡りをしているそうです。16、ショッピング。休日は電車を利用してショッピングへ行くことも多々あるようです。海外での土地勘が全くなかったので、たびたび乗り間違いしそうになるそうです。17、料理。清水さんは基本自炊をしているそうで、スーパーにもよく買い出しに行くようです。練習や試合で疲れた後もバランスの良い食事を意識しながら料理を作っているそうです。18、食べること。食事はサッカーをしているのでたくさん食べていますが、本音を言うと女の子としては嫌みたいですね。19、髪。中学の頃にグランドを20周走るというメニューがあり、仲間が周回遅れで走っていましたが走り終わった清水さんが最後の何周かを一緒に走ったことがあるそうです。きついのに励ましながら一緒に走ってくれる清水さんは、それから神と呼ばれるようになったそうです。20、杉本健佑さん。 J リーグ選手の杉本健佑選手が大好きなんだそうです。しっかり目を見て挨拶をしてくれてキュンとしてしまったそうです。21、かわいい。かわいいは褒め言葉で言われると嬉しいそうです。ただサッカーをやっている時はかわいいよりもかっこいいと言われたいそうです。22、愛犬。清水さんには溺愛している愛犬がいます。名前はリキで、練習や試合で疲れた時にすごく癒されるそうです。23、好きなタイプ。清水さんの好きなタイプは面白くて一緒に笑える人なんだそうですが、プラスアルファでイケメンであってほしいそうです。理想高すぎですね。24、長友佑都さん。清水さんは男子日本代表の長友さんのプレイスタイルに似ていることから、なでしこ版長友と呼ばれているそうです。清水さんは長友さんではなく内田篤人さんが好きなので、なでしこ版内田の方が嬉しいみたいですね。25、負けず嫌いな性格。清水さんは相当負けず嫌いな性格なようです。幼い頃から男子の中に混ざってサッカーをしていたこともあり、男子と常に居合の喧嘩をしていたそうです。26、テレビ出演。ボールを蹴って20枚の的を抜く企画があったそうですが、試合よりも数倍緊張し、サッカーの試合の方が楽だと感じたそうです。27、カードゲーム。清水さんはカードゲームにハマっているそうです。中でもモノポリーというカードゲームにドハマりしているそうです。チームメイトといつも5人くらいでやっていて、めちゃくちゃ大盛り上がりなんだそうです。28、マイペース。清水さんは何に関しても動き始めるのが遅いそうです。せかせかされる人がいるとペースが乱されて気分が悪くなるそうです。29、直したいところ。人の話を聞いていてもあまり真面目に聞いていない時が多いそうです。後で聞かれた時に答えられない時が多々あり、気まずい時があるそうです。直したいそうですが興味がない話が多いそうですね。30、バトン。清水さんは小学校3年生くらいまではバトンを習っていたそうですが、他の学校に転校したため泣く泣くやめられたそうです。31、水泳。清水さんは水泳をやっていたそうです。得意げに習っていたと言われていましたが、平泳ぎは全然進まないレベルらしいですね。背泳ぎに至っては沈んでいくらしいです。32、習字。清水さんは小学生の時に習字をしていたこともあり、字は綺麗と相当な自信を持たれています。でも綺麗に書くコツはないそうです。センスらしいです。33、行きつけのお店。清水さんはイギリスに住まれていますが、イギリスで一番よく食べに行くお店はスペイン料理なんだそうです。イギリスに住んでいるのにイギリス料理を食べたことがほとんどないそうです。34、藤野あおばさん。清水さんは日本代表の藤野さんがスピードがあってすごい選手と注目されています。年下ですが突破力があるとベタ褒めしています。35、
お財布。清水さんは財布が今一番欲しいそうです。今まではヴィトンの一択だったそうですが、プラダの財布が可愛くて悩んでいるそうです。冗談だとは思いますが、買ってくれる人を待っているそうです。36、ノリが良い。清水さんは実はノリが良い方です。先輩からの無茶ぶりにも照れながら対応されています。37、タワーブリッジ。ロンドンを象徴するタワーブリッジがおすすめのインスタ映えスポットなんだそうですが、清水さんは勘違いしてロンドンブリッジに行ったそうです。特に普通の橋でこれがそんなに有名なのかと全く意味がわからなかったそうです。38、好きな仕草。清水さんは男性の匂いが好きらしいです。自分の好きな匂いが男性からするとすぐに見てしまうそうです。汗臭い人はあんまりみたいです。39、お酒。清水さんはお酒が大好きで有名です。オフの日は結構飲みに行くようですね。飲むとほぼ笑っているそうです。40、ディズニー。清水さんはディズニーランドが大好きです。小さい頃はディズニーランドによく行っていたそうですが、大人になってからはディズニーシーに夢中になっているそうです。年に1回は必ず行くそうです。41、愛とお金。愛とお金のどっちが必要かと聞かれたところ、清水さんはお金と回答されています。お金がないと生きていけないと超現実的な回答をされていました。42、10年後の自分。清水さんは結婚願望があるそうです。できれば10年後の自分は結婚して子供ができて幸せな家庭が築けていれば最高なんだそうです。43、理想のデート。清水さんの理想のデートはお昼からいろんなお店でお酒を飲むはしご酒らしいですね。映画とか堅苦しいデートは苦手らしいですよ。44、田中みなさん。田中さんとは日本代表でも一緒で特に仲が良いそうです。田中さんの第一印象を聞かれた時に、印象がない、覚えていないと回答したら、田中さんになんとか思い出せと説教されていました。45、両親。清水さんは両親がとても大好きです。なぜなら小さい頃からあまり怒られたことがなく、めちゃくちゃ褒められて育てられたからだそうです。46、パンケーキ。清水さんは甘いものが大好きですが、特に好きなのがパンケーキだそうです。甘くてふわふわしていて、休日の日はカフェでよく食べるそうです。47、おっちょこちょい。清水さんは結構おっちょこちょいみたいです。友達の家でソファーでペットボトルを持ったまま寝てしまったことがあり、水が垂れ流し状態だったことが2回もあったそうです。1回目はよく起きなかったねと笑って済んだそうですが、さすがに2回目の時は友達からはもう来なくていいと拒絶されたらしいです。48、旅行。清水さんは友達と旅行に行くことがとても大好きなんだそうです。オフシーズンになるとシーズン中の疲れを癒しに行く温泉旅行が最高なんだそうです。49、スタミナ。清水さんはスタミナには自信を持っています。小学生の頃はマラソン大会で優勝したこともあるそうです。50、韓国ドラマ。清水さんは韓国ドラマが好きでよく見るそうです。ハマった理由は日本のドラマよりかっこいい人や可愛い人が多いからだそうです。ドラマの内容ではないんですね。いかがでしたか？今回は清水梨沙さんの面白エピソード50選をご紹介しました。本当にいろいろなエピソードがありましたね。これからの活躍も期待して注目していきたいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。